毎度アクセスお願いしましょう言うとりますけども、はい、本日10月の25日、まあ今からねもう寝ていくんですけどね、あの皆様、まあストレス社会と言いますかね、多分いると思う。もう嫌、もうしんどい、もうだる、もう何もやりたくないみたいなね、現実逃避したくなる人もねいると思います。うん、僕だってたまにあるよ。もうあーもうやる気起きひんなー、だるいなーみたいな時とかあるさ。まあすっごい悪い言い方すると、その命を絶ちたいみたいなね感じの人もいるかもしれへん。やけど怖いからできひんとかね、まあそういうのってもうメンタル的な問題や。そういうのでな、こうやって沈んじゃう人もいると思う。やったらば、まあ異世界行ったらいいんちゃうかと。はい、ということで本日異世界行ってみる。昔結構流行ったんですけど、やったことなくて、知ってますか異世界に行く方法。教えますね。はい、ってことでまずこちらを用意します。用意するもの、5センチ5センチの正方形の紙ですね。ってことで分からんかな、この六芒星をまず書きますと。うん、六芒星ですよ。五芒星じゃない、六芒星です。で、なんとその六芒星のこの中にですよ、今から秋田って書きます。はい、秋田、これでいいか、これいけるかな。はい、できました。こんな感じですね。はい、これねちょっと漢字やってるか怪しいところですけどすいませんね、額がないので。で、これを握りしめて、握りしめてっていうか持って寝ると、なんかね異世界に行ったり黒い影のようなものたちに襲われたりするらしいんですよ。で、まあアークさんちってね、まあ、結構ラップ現象とか起きますと、まあどういう効果があるのかね、寝ていきましょう。じゃあナイトモードにして、で明日ね土曜日なのでね、ちょっと仕事が早いのでもう早く寝ますと。はい、じゃあこちら手に持って寝ましょう。おやすみなさい。あ、そうやな、もし異世界に行っちゃったらな、多分僕はもうこの世にいない可能性の方が高いので、まあこれがね証拠になります。本当に異世界行っちゃったんやって。この素材誰かに編集任すわ、お願いします。おやすみなさい。借りいただけただろうか。
たくさん勝手に入りますね。っていうか、LINE 返してもらっていいですか。あれ、スマホ置いてる。あれ、アクさんどこ行った。来た。異世界行ってるやつやん、これ。